キングオブコントで勝負したのはこのネタ。美容室。え、フレーミングって左手でしたっけ？え、どうこうですか？こうですか？え、どうでしたっけ？どうでしたっけ？すいません。はい、いらっしゃいませ。少々お待ちください。え、こうですか？こうです。これで。あ、少々お待ちください。いらっしゃいませ。後ろはこういう風になってますか？分かってるわ。だから切りに来てんだ。あ、そうですか。それ最後だろ、普通やんの。あ、はい。10名様で予約の林さん。いや、違うな。そんな予約のやついんの？そんな居酒屋みたいなやつ。はい。いや、俺予約してないんだけど今日切れるかなと思って。あ、そうですか。うん。お客さん初めてですか？初めてなんだよ、この店。いや、髪を切るのは初めて。そんなわけねえじゃねえ。切って切りまくってるわ。34年間でこれしか伸びてなかったらお前の商売上がったみたいだ。あ、今日はカッツで。はい、カッツ。カット。あ、パラ。あ、大沢親分？大沢親分みたいな感じ。しない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 。いや、カッツとかあっぱれ言ってるから大沢親分かなと。いや、カット。カット。カットでない。はい、できる今日。はい、確認しますんで。あ、本当？こちらにご記入してお待ちください。はいはい。こちらにどうぞ。まだ何も書いてないんだけど。まだ何も書いてないんだけど。あと僕書いておきます。あ、そうなんだ。はい。なんでお前書いてるの？伊達って書いてるの？はい。うん。え、誰か いるんでしょ？いや、誰もいません。誰と喋ってたの？誰と喋ってたのさっき？なんかフレミングの法則みたいななんかやってたでしょ、こうですかこうですか。あ、最終的にこういう風になってたけどね。はい、うん。トークのイメージトレーニングです。あ、練習してたんだ。はい。あ、そうなの。はい、上着お預かりします。あ、上着ね。はい、はいはい、よいしょ、失礼します。はいよ。 T シャツ脱がねえよ。 T シャツなんで俺全裸で髪切られるんだよ。はい、おかしいだろ。こちらどうぞ。あ、そこにかけんだこれ。これここにかけんの。はい。なんか学校見てたね。すみません。はいよ。よいしょ。今日はどんな感じで？今日ね、ちょっと決めてないんだよね。はい、あのなんかヘアカタログみたいな。あ、少々お待ちください。うん、よいしょ。じゃあこちら。これ部屋のカタログじゃねえか。はい、あ、なるほどね。このリビングいいね。うん。このリビングみたいな髪型にしてとか言うか、お前。ヘアカタログ。部屋のカタログ。あ、ちょっとそういうやらしいのは置いてない。何と勘違いしてるの？ないの？はい。ちょっとあるんだけどな。あ、そうですか。なんかじゃ あの軽くなんか揃える感じでいいや。あ、はい、わかりました。うん、じゃあ先休憩入ります。なんで先休憩入るんだよ。切ってください。あ、そうです。なんでその余裕お前。じゃあ、先シャンプー入ります。あ、そうなの。はい、はいはい、押し倒します。押し倒すの気持ち悪い。普通に倒してくれ。倒します。押し倒すの。はい、はい、前失礼します。はい、よいしょ。あの手錠してるみたいになってんだけど。はい、護送中みたいになってんだけど。あ、すいません。シャンプーだよね。シャンプーわーってかけんじゃん普通。はい、うん、じゃあ失礼します。はい、よいしょ。弁慶か俺。なあ、弁慶。弁慶です。牛若丸です。嘘つけよお前。いいんだよ飲んなくて。はい。シャンプーするんでしょ。はい。おかしいだろこれ。完全に弁慶じゃねえか。すみません。これしかないんですよ。これしかないんだ。はい。じゃあもういらないこれ。いいですか。これいらないから。シャカシャカうるせえでしょお前。すみません。早くやってくんねえかな。はい。うん。シャンプー入ります。入れ、うるせえな早く。失礼します。全部香りがかってる。全部香りがかってる。ベトベトするから全部香りがかってる。俺の服だうるせえな。俺の服だろこれ。はい、ちゃんとやってくれよ。はい、シャンプー入ります。シャンプー入る早く。なんか雑誌読みますか？読まねえよ。読める体制じゃねえだろ。卵クラブ、ひよこクラブ、コッコクラブならあるんですか？いや、いらねえよ。なんで全部子供育てる本なの。読まない。なんか歯がゆいとこありますか？歯がゆいとこは特にないな。歯ゆいとこあんだよな、つむじのあたり。あ、そうですか、うん、流しますね。聞いただけじゃねえか。書いてくんねえのかそれは。あっちょ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 、あっちょ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 、熱くないですか？熱いな。熱っ。あっつ、なんだこれお前。モップじゃねえかこれ。いらないよモップは。めちゃくちゃ燃えるようなやつよお前。はい、あ、じゃあ軽く乾かします、ね、ちゃんと乾かしてくれお前。はい、あっつ、失礼します。あっつかった。仕事何やってんすか？仕事女子プロのレフリーやってんだよ。え、レフリー、女子プロレスの。仕事何やってんすか？だからレフリーやってんの。女子プロレス、プロレスのね、女子のレフリーやってんの。いや、そうじゃなくて仕事何やってんすか？止めろそれ、止めろ。うるせえしこれよ。な、女子プロのレフリーなの？聞こえてんじゃねえか本当。なんだそれ、女子プロのレフリーやってんだよ。ちょっと何言ってるか分かんない。なんで何言ってるか分かんない。女子プロレスのレフリーをやってるんだ、はいはい、俺は。私はレフリーです。はい、ええ、ソーセージマッサージ入ります。言い切ったね今。
好成績生きてんなお前。マッサージね、はい、毎日やってんだろうがお前。お客さん、あ、電話鳴ってます。なんで俺が取んの。お前の店だろこれ。はい、これずっと鳴ってんだろ。はい、はい、もずくヘアです。もずくヘアっていうのが完全に間違って入ってきた俺。え、魚肉ですか。うん、魚肉。あ、予約間違えるかそんなもん。なんだ魚肉って。はい、ちょいちょいソーセージ絡んでんだからですよ。あの、担当者のご指名ございますか。今ですと富澤と伊達です。なんで俺入ってんの。なんで俺入ってんの、はい、おかしいだろ。伊達で、はい、なんで俺を指名したそいつは。待ちとります。これ髪切りやねんね、そいつも。ちゃんとやってくれ。ふざけんのいいからさ、はい、うん、失礼します。カーツやってくれよ。お前が動け。なあ、なんで俺がこうやって動くんだよ、はい、お前がすごいって動くしながら動くんだろうよお前。はい、はい、じゃあ、お前髪の毛俺の、はい、お、ここ髪の毛ねえよお前、はい、なんだこれ。あ、今あったかいコーヒー入れます。落ち着くかそんなもん。コーヒーのタイミング絶対違うだろう今。じゃあこれで筆を作り。いらねえんだよそんなの。赤ちゃんか俺は。まあ、ふざけんな髪の毛。もう帰るかんな俺。あ、すいません、ちょっと待ってください。赤ちゃん言いましろ本当に。後ろこういう風になってます。分かってるわ。ですよ。え、遅くないですか。マジックのクライマックスなのよ。いや、わかりますよ、ね、あそこに入った人が消えて、はい、ここから出てくる、ね、瞬間移動、ね、瞬間移動ですよね。お客さん一番ね盛り上がるところ、はいはいはい、まあ、ためにためて出た方がわっとなんのよお客さんも。そうっすかね。いや、そうよ。いや、だってもうドラムロール終わってましたよ。あ、いいのいいの、あれ関係ないから。関係ないですか。あれ関係ないの。今のベストのハイだと思うよ。あれ私のあれ。ちょっと遅いような気がするな。いや、遅くない。私が言ったらいいのよ。私25年マジックやってるから。はい。ね、はい、私が言ったらいいの。あなたみたいにね、入ったばかりの助手にね、そんなこと言われたくない。はい、すいません。分かった。はい。じゃああなた入んなさい。あ、僕がやるんですかこれ。そう。あなたがやるのよ。ね。あ、そうなんですか。あなた以外のデブ誰がいるのよ。デブ関係ないでしょ。デブ関係ないでしょ。こういうのはデブやった方がね、いいのよ。そうですかね。北海道。じゃあやります、やります、やります。入って、じゃあ。はいはいはい。じゃあ私が口でドラム通りやるから。ね。そのタイミングでね、ちょうどいいタイミングでできなさいよ。はい。わかった？はい。はい、じゃあカーテンの中入りました。消えました。はい、ドラム通りになります。ドルル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 ルさ、もっと早くやんないと。先生もっと遅かったんすよ。もっと早いわよ私は。やんなさい、もう一回。もう一回ですか。はい、早くよ。はい、ドルル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 ルドン。はい、早い早い早いよ。分かんねえよ俺。早いよもう。分かんないですよタイミング。もう出てきなさい。もう何だろう、はいのタイミングだけここでやりましょう。はいのタイミングでやるんすか。そうよ、もうダメでしょ。はいはい、ドルル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 ドン。はいでしょ。はい、分かりました。分かった。はい、ドルル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 ドン。はい、遅い。遅いすか。遅いよ。分かんねえよ。ダン、はいだから。ダン、はいですね。ダン、はいね。はい、分かりました。ドルル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 ドン。はい、早い早いで、また角度も違うんだよ。あ、これ角度ですか。ね、はい、こうだからね。はい、はい、ドルル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 ルダン。はい、なか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 いい。なかなかいい。今いいんですよ。なかなかいいよ。あ、よかったですよ。なんか、その調子、その調子で、はい、ドルル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 ダン。はい、はい、はい、はい。え、なんすかそれ。はい、2回増えました。その時によって変わるから、こういうのは。あ、変わるんですか。変わるよ。もういい、もういい。いいっすか。もう私がね、もうこれ、ポンって合図出すから。あ、そしたら出てくるんですよ。そんな雑で大丈夫ですか。その時の空気で私がやるから、これバンって。そしたら出てくるんですね。出てくればいいから。あ、わかりました、ね、はい、それでいいね、決めね。わかんないけど。よし、あった問題はですね、はい、こっから消えて、ここ。そうですね、瞬間移動ですもんね。どうやって出るかだよね。はい、問題はそこよ。どういうことですか。ここに入って消える、はい、そしてこっから出てくる。はいはいはい。これできないのよ。え、バカなんですか。瞬間移動ですよね。だからこっちがあって消えて、こっちから出るってことですね。うん、で、種とか仕掛けがあるわけでしょ、これに。普通はね。
普通は普通はね、普通は仕掛けのねある檻を買うの。ただ高いのよ私には。だから普通の試着室買ってきたわけ。これだから試着室ですよこれね。普通のよ。ただの試着室だこれ。そうなのよ。だからこっからどうするかをやんなきゃいけない。どうするかって何やってんの。もう時間ないのよ。時間ないです。まもなく本番ですよ。そうやりましょう。だからどうやって消えるかってことでしょ。うん。いや振るんじゃん。ハイの練習とかどうだっていいわ。いや消え方消え方。え怒ってんの。怒ってるよそんなの。消え方でしょまず。はい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 。怖いのね怖いのね。怖いのね怖いのね。どれが悪い気持ちが。バカじゃねえなあんた。ああもういいよじゃあ。消え方でしょうがまず。何そのカリカリしてんの。カリカリする。はいとかどうなってんの。何そんなってんの。もうやってらんないわあなたとは。もうこっちのセリフだよそれ。あんたじゃあ一人でやんなさいよ。なんで俺が一人でやるの。もうやだやだ私やだよ。あんたのステージだぞこれ。また一人になるから一人させても。はいはいはい。もうやだ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 、はい、バカじゃねえのあの人。なんでいじけてんだよ。はいはい。もうあっち行ってあっち行ってもあっち行ってじゃないでしょ。なんでいじけたらそんなか入るんすか。ちょっと先生練習しましょうって。先生なんで顔だけ出してんだよ。練習しないともう本番ですよ。まもなくやる。やるよ。やんのね。やんなきゃ話になんないでしょ。やりましょうよ。じゃあなんでキレてんだよ。じゃああんた入んなさいよ。俺が入るんすか。あんたやるんだから。あんたやのデブどこがいんの。デブ関係ないよ。デブやんなきゃダメなのこういうことは。デブ関係ないよ。で私がこれ閉める、はい、ね、はい、で開けたらもう消えてんのね。分かった。そういうことだからね瞬間移動ってね。じゃあ行くよ。はい閉めました。はいワンツースリー。はい。 いやいるだろそんなもん。消えないね。消えませんよそんなの。なんで消えないの。消え方知らねえもん。考えなさいよ。ただの試着室だろこれ。何で消えんの。じゃあ私やってみるよ。いや誰やったって消えねえだろこんなの。考えなさいこういうことはもう。はい、で いいんすよ。いきますよいきますよ。ちょっと待って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 。いや待ってよ。かくれんぼか。待ってよ。いきますよ。はいワンツー。見ないで見ないで。ねえいい子だよ。見ないで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 。バカなのかおい。なんだ見ないで見ないでってバカか。見るわそんなもん。脚本人だぞ。惜しいね。惜しくねえ。何を思って惜しいと思ったんだ。もうちょっとで入れたね今ね。入ったとしても全部バレバレだよ。ただゆっくり行けたんでしょ。ここまで行けたんでしょ。ここまで来たの奇跡だよ。だすごい。1回目でここまで来てっから。だからこっからアウトなんだ。こっからよ。あんたやったらやんねえよ。私止めないから。やんねえよ俺。止めなきゃいけるから。俺やめるわ。はバカじゃねえの。こんなマジックでもなんでもねえ。こんなの詐欺だ詐欺。怖いのね怖いのね。いや怖くねえ。ハグしろハグしろ。ハグね。安心するから。安心するから。ハグだって気持ちいいな。これハグのハグのタイミングよ。なんだこれ。あいいよ。じゃあもうじゃああなたもやんなさい。じゃあ一人でもういいよ。じゃああなたのショーにしなさいよ。じゃああんたのショーなんだよ。あなたのショーね。じゃあこれ、ね、あんたのショーで俺助手なんだよ。私もやってらんない。あなたとやってらんないわ。お前どうやって25年やってきたんだよ。もういいもういいもういい。バカじゃないのかってだから。もう私一人になるわ。じゃあもうまああんた一人やんなさい。なんで俺しょ。あなたのだからね。あんたの責任だからね。なんだ私もういい。もうやだ。バカじゃねえのかあいつ。何にもできねえだろこんなのよ。どうやって移動すんだよ。だから先生って練習しようっつってんのねえ。何やってんの。ちょっとあっち行けじゃねえんだよ。だからさバカじゃ。もうほら先生練習するよ。ほらはいできちゃったよ。待ち、はい、お前どこ立ってんねんお前。こっち立たなあかんやろお前。いや俺も普段立ち位置こっちだから。知らんそれよお前。今日は我慢してこっち立ってくれたらええやろお前。こんなお前縦に並んで漫才してどうすんねんお前。お前ボブスレーかこれ。ボブスレー何やこれ。ほんなら俺こっち行くわ。それいいよ。ボブスレー2回戦かお前。の場合は3回戦じゃない。なんで2回戦シードで勝ってんねんお前。おかしいやろお前。もう頑張っていかなかったの。頑張っていきましょうよ、最近悩みがあってね。あ、ないの。あのちょっと前に結婚したんですけど。そう結婚してんねもんね、子供ができたらどうしようかなと思って。いや悩まんでええやんか、うん、お前子供な。自分の赤ちゃんってのはめちゃめちゃ可愛いらしいで。いやでも生まれてきたばっかりの人になんて声かけたらいいか分かんないでしょ。お前どこに人見知り見せてんねんお前。いやそれは分かんない。自分の子供や、まあ、初めて会う言うたらね、うん、初めましてパパですよ言うたら。あ、初めましてパパですよ。そしたら赤さんはなんて言う。ちょっとダメやろ。
お前工事現場の先輩か。いやいや、パパですよって敬語使ってんのに、後でちゃん付けってなんかおかしいじゃない。いや、それはかめへんやないか、お前。それはだって加藤さんの前で加藤さんつって、いないとこで加藤ちゃんがさつってくる。何話してんの。それは引き合いに出してこんでええねん。赤ちゃんは赤ちゃんや。え、加藤ちゃんはどうしたらいい。どうでもええねん、そんなこと。赤ちゃんの話してんの。赤ちゃんね、はい、うん、はじめまして、パパですよ。パパですよ。じゃあ、生まれて病院に俺が行って、そう行くわけや。で、分娩室が開いて、そう赤ちゃんが歩いてきます。歩いてくるんだ。怖いわ、お前。そんなまだ関節もはっきりしてないねん、お前。あ、じゃあもうこうやって出てきます。これも怖いわ、これはこれで。違うねん、それベッドの上で寝てるわけや。あ、寝てるのね。ほんでオンギャーオンギャーって泣いてんねん。あ、生まれてきてすみませんみたいな。そんな悲観的な赤ちゃんおるか、お前。何。いや、違うがな、お前。ほんでな、こう抱っこするわけ。抱っこ。そうや。抱っこってどうやってやるの。だ、どうやんのって。まあこうやってこう、お前アスカか、お前。なあ、その場合に赤ちゃんどこにおんねん。アホ。だから右腕がこっちで左足がこっちだ。いや、お前あやとりみたいになっとるやろ。赤ちゃんでホーキー打てる場合ちゃうやろ。ホーキー。いや、お前何の歌歌ってんのやつか。違うやろ、お前。ほんで赤ちゃんってのは大事なのかな。あの赤ちゃんあやさなあかん。あやす。そう、いないいないバーって。人がいないバー。どんな酒場やねん、それ。酒場の話したってしゃあないやろ。人がいないバーって何やお前。違うね、そういう意味じゃないのよ。いないいないバーやん。バスへの砂。あ、バー。酒場から離れろ、お前。赤ちゃんに酒場の話しても笑うか。ほう、いないいないバー。いないいないバー。そういないバー。ああ、分かれへんか、お前。難しい。ちょっとやってもらっていい。タイミングが分かんないよ。ああ、いつやったらいいかってな。そう、奥さん大丈夫ですよ。行きんで。あ、今頭が出てきましたよ。お父さんどうぞ。いないいないバー。どんなタイミングだ。どんなタイミングだ、お前。赤ちゃん生まれてきてる、まさにその時の赤ちゃんにいないいないバーするかね。まだドロドロの状態よ。まだお前ちょいっぱい汁がついておる状態や。拭いてね、拭いてやん。拭いてからや、いないいないバーは。拭いてね。拭いて数ヶ月後のいないいないバーでやっと成立すんねん。あ、そんなに後の話なの。そうや、お前。難しいわ、それ。何が難しいねん。いや、俺から言わせたらそんなんよりな、俺が難しいな思うな。俺結婚してないの、はい。お前結婚してるやろ。ほな、奥さんのお父さんに挨拶以外娘さんをください。はいはいはい。それの方が難しい。ちょっと何言ってるか分かんない。なんで分かれへん。急にトーン話すやん。難しくないですよ、あれは。いやいやいや、それ分からん。難しい、俺からしたら。あ、じゃあ行くじゃないですか。あ、教えてくれる、うん、そしたらお父さんがこう、うん、なんだね君は。なんで生まれてきてんの。さっきの話に引っ張られすぎや。娘はやらん言うか。何それ。どのタイミングの話をしてる。違うかな。実家に行くねやろ。実家のパターン、ね、そうや。あ、じゃあやってください。家に行ってください。お父さん教えてくれる。行きます。ほな、ほれお父さん、ね、お父さん、お父さん。コンコン。はい、失礼します。あ、ヌンチャク構えてるとこすみません。新聞紙や。お前どこのお父さんがリビングの真ん中でヌンチャク構えてんのよ。あの、はじめまして。娘さんとお付き合いさせてもらってる。お付き合いして。お付き合いして、お前金庫してどないすんの。お付き合いさせてもらってる、あの富澤です。どの富澤や。あのネットで噂のみたいに言うな。あの、これつまんないもんですけど。つまんないもんね。おっさんが延々と卵を数えているっていう DVD で。つまらんわ。ほんまにつまらんわ。どのタイミングでわしは見たらええかわからんわ。朝ごはん食べる前とか。なんでやん、なんで朝ごはん食べる前におっさんが卵の数を延々数えてる DVD を見なあかんねん。こういう時は食べるもんを持ってこないだろ。あ、そのおっさんが数えた卵です。いらんよ。一度おっさんから離れてみよう。離れましょうか。離れましょう。ねえ、はい、もうほんまね、もう君みたいなね、どこの馬の骨かわからんやつはもうほんまかなんのよ、はい、ねえ、はい、君は仕事は何してんねん。あの DVD を作ってます。さっきのお前作ったんだ。お前才能ゼロやろアホ。なんでそんな DVD 作んねん。誰が買うねんお前。収入ならんやろ。なあ、お前月収何万あんねん。月収200万ぐらい。めっちゃ売れてるやん。すごい売れてるのね DVD、はい、ぜひ見て。きっと面白いんでしょう、これ、はい、特典映像が面白い。特典映像何よ。おっさんが卵を割ってます。何がおもろい。それ見て何がおもろいんや。そんなことはええねん、はい、お前、はい、そもそもね、娘とはどこで知り合ったんや。人がいないバーです。聞いたことある。数分前に聞いたことあるバー。普通のバー、はい、なんだそれは。いい加減にしろよ、はい、もうそれは今日は何の用で来たんだよ。あのお父さん。いや、ちょっと待て、はい、君になお父さんと言われる筋合いはないぞ。あ、じゃあ後藤さん。お父さんみたいに。何や後藤さんって。
娘さんを僕にください。ダメだ。ダメじゃない。なんだお前強く来るね。ダメじゃねえだろ。なんでダメなんですか。何が。僕と親子になれるチャンスですよ。なんでそんな上から言えんの。じゃあお前みたいなやつに娘はやらんよ。わかりました。じゃあ僕はそっちの家にこう入ればいいんですね。ボブスレーついに決勝戦。何だお前お前あんまりウケてへんやつなんでかぶしてくんの。お前みたいなもんはな二度とうちの敷居をまたぐな。帰れ。お父さん何がおかしいに。敷居またげないだったら帰れないじゃないですか。いやいくつかわかんねえな。ちゃうがな。今回のその敷居をまたぐアウトに関しては許す。次のインはダメだということ。あ、そういうことなんですか。お父さん、この通りです。いや道案内かお前。ほうこの通り沿いですみたいに言うなよ。あ、この通りです。何かそろそろお茶見たら出してください。お前懐かしいな。お母さんなんだそのパーマ。お母さん、似合ってないなそのパーマ。いや母さんパーマ似合ってるよ。今晩どうだ。おばあちゃん。おばあちゃん素手でご飯を食べるのやめてください。おばあちゃんやめなさい。味噌汁だろそれ。な汁物を素手でバカ。そこのおっさん。そこのおっさん卵の数を数えない。さっきの DVD がおっさんやないかそれ。そして娘さん。娘さん、お父さんを説得してください。自分でせえや。もうええわ。どうもありがとうございます。今年の M1 の優勝者、初めてだよこんなキャー。ねえ、15回出てるよエンタ。変わるもんですね。どうもありがとうございます。サンドウィッチマンです。お願いします。ねえ、今日はあの突然ですけど、はい、あの僕らを発見していただいたのはエンタの神様なんですよ、うん、ね、3年前に、はい、だからものすごい感謝してまして、報告更新にね。そうです、やってまいりました。来ました。はい、はい、なんで笑ってくださいね。 M1 グランプリ見てた人。おお、すごい。完全に見てない2人がいますけどね何のことは分かんないでしょうね。はい、ちょっとネタをね軽くここでせっかくですか、はい、やらせていただけたらなと思いまして。いいですか、はい、嬉しいですね。すごいしかし完成だったね、俺ちょっと泣きそうになったもの初めてだぜなあ、これから変わるのかな。嬉しい、ね、変わると嬉しいけどね。また収録も僕らあるんで ね、その時全員来てほしいですけどねこのメンバー、このメンバーでね、はい、じゃあやりましょうか、はいはい、あ、どうもおはようございます。すいません、はい、それではいきます、はい、はい、どうもサンドウィッチマンです。よろしくお願いします。お願いします、はい、ね、名前だけでも覚えて帰ってください。そうですね、それはね、確か必要だな、はい、まあ世の中あの、婚することっていっぱいありますけど、うん、一番婚するのはあの、親父に怒られてる時ね。あ、これ間違いないね、うん、よしゆき、ちょっとこっち来なさい。よしゆき、
よしのぶ三木雄だよ俺は。何も最低よしは合ってるんじゃ合ってんだよ。なんだよお前、いつからそんな風になったんだ。あ、何回学校に呼び出されたと思ってんだ。父さんこうやって言うのもな、お前のためを持って言ってんだぞ。うるせえな。なんだと。うるせえっつってんだよ。うるせえだ。ああ、うるさいのか。はあ、お前がそうやって悪いことすれば全部過去として消えない過去として残っていくんだ。関係ねえんだよ。関係ねえだ。ああ、関係ないのかな。どうしたいんだよ俺に。聞いてんのか全部な。あ、なんだお前は高校生のくせに。なんで。タバコに酒、シンナー、万引きに刈り上げ。カツアゲだよ。いくら借り上げたっていいだろうが。夜遊びに裸族。暴走族だよ。なんだ裸族って。なんで俺裸で走り回るんだよ。不良でもねえよ。父さんはいいんだよ。お前が笑われるんだよ。お前のために言ってんだよ。親父だって昔悪かったらしいじゃないか。何言ってんだ。父さん悪くないだろう。やったっつったら強盗に強姦に人殺しぐらい。人殺してんの。人殺してんのお前。なあ、ダメだろうがそんなもんよ。殺したって3人だけだよ。十分だよ。もう一審で死刑確定じゃねえか。そんなことぐらいだったら父さん何も言わん。そんなことぐらいってお前、犯罪の最大級だぞ。でもな、母さん泣かすようなこと俺は絶対に許さんぞ。絶対にな。分かって、じゃあ母ちゃん泣かさなきゃいいんだな。母さんは今どうでもいいんだ。お前の話してんだろ。母ちゃん泣かすなっつっただろ今よ。何回言ったら分かんない。座れ、そこに座れ。こいつよ。座れ。座ってるよ。座ってんだこれよ。大体な、親の金で学校行かしても、何偉そうに座ってんだ。例えばかもん。待て待て待て、あんたが座るってのは今座ったんだろ。あんた、ああ、お前拙者に向かって、あんたってどういうこと。拙者ってどういうこと。その前におかしいだろうが。大体お前将来何人になりたい。何にだよ。何で俺将来何人かに増えようとしてんの。ずっと一人だバカ。誰が父さんの後を継ぐ気はないのか。継がねえよバカか。大体な、自転車のサドル屋ってなんだよ。すいません、自転車の椅子だけ欲しいんですけど。こんなやついたか今まで。お前のために言ってんだぞ。お前のため、お前のためってな、さっきから何言ってか全然わかんねえんだよ。大体な、あんた俺に父親らしいことなんか一個でもしてくれたことあんのかい。なんだと。毎日仕事仕事で家庭を顧みず、たまの休みの日だって遊んでくれたことなんかなかったじゃないか。動物園に行きたいって言えば植物園に連れてかれ、遊園地に行きたいって言えば墓地に連れてかれ、死しかあってね、お墓じゃねえか。へえ、ここに人の骨が埋まってるんだ、へえ楽しいねとか言うか。食いつくか。そんなな、死しかあってないところに連れてかれたこの俺のこの気持ちを、ずっとそんなに育てられたこの俺のこの気持ちを、あんた少しは考えたことあんのかよ。もう一度言ってみろ。どっからだよ。いっぱい喋った今これ。本当父さん情けないよ。知らねえよ。親の顔が見たいよ。お前だよ。もういいぞ。どうも。今年の M1 の優勝か。初めてだよこんなキャー。ねえ、15回出てるよエンター。変わるもんですね。ねえ、どうもありがとうございます。サンドウィッチマンです。お願いします。ねえ、今日はあの突然ですけども、はい、あの僕らを発見していただいたのはエンターの神様なんですよ、うん、ね、3年前に、はい、だからものすごい感謝してまして、報告をしにね。そうです、やってまいりました。ました、はいはい、なんで笑ってくださいね。 M1 グランプリ見てた人、おすごい、完全に見てない2人がいますけどね。何のことは分かんないでしょうね。はい、ちょっとネタをね、軽くここでせっかくですか、はい、やらせていただけたらなと思いまして。いいですか、ね、はい、嬉しいですね。すごい、しかし完成だったね。俺ちょっと泣きそうになったもの。初めてだぜなあ、うん、これから変わるのかな。嬉しい、ね、変わると嬉しいけどね。また収録も僕らあるんで ね、その時全員来てほしいですけどね。このメンバーが、うん、このメンバーでね、はい、じゃあやりましょうか、ね、はい、はい、あ、どうもありがとうございます。すいません、はい、それではいきます、はい、はい、どうもサンドウィッチマンです。よろしくお願いします。はい、ね、名前だけでも覚えて帰ってください。そうですね、それはね、確か必要だな、はい、まあ世の中の婚することっていっぱいありますけど、うん、一番興奮するのはあの親父に怒られてる時ね。あ、これ間違いないね、うん、よしゆき、ちょっとこっち来なさい。よしゆき、よしのぶ三木雄だよ俺は。何も最低よしは合ってるんじゃ合ってんだよ。なんだよお前、いつからそんな風になったんだ。あ、何回学校に呼び出されたと思ってんだ。父さんこうやって言うのもな、お前のためを持って言ってんだぞ。うるせえな。なんだと。うるせえっつってんだよ。うるせえだ。ああ、うるさいのか。はぁ？
お前がそうやって悪いことすれば全部過去として消えない過去として残っていくんだ。関係ねえんだよ。関係ねえだ。ああ関係ないのかな。どうしたいんだよ俺に。聞いてんのか全部なあ。なんだお前は高校生のくせに。なんでタバコに酒シンナー万引きに刈り上げ。カツアゲだよ。いくら刈り上げだっていいだろうが。夜遊びに裸族。暴走族だよ。なんだ裸族ってお前。なんで俺裸で走り回るんだよ。不良でもねえよ。父さんはいいんだよ。お前が笑われるんだよ。お前のために言ってんだよ親父だって昔悪かったらしいじゃないか。何言ってんだ。父さん悪くないだろう。やったっつったら強盗に強姦に人殺しぐらい。人殺してんの人殺してんのお前なあ。ダメだろそんなもん。殺したって3人だけだ。十分だよ。もう一審で死刑確定じゃねえか。そんなことぐらいだったら父さん何も言わん。そんなことぐらいってお前犯罪の最大級だぞでもな母さん泣かすようなこと俺は絶対に許さんぞ。絶対にな。分かって。じゃあ母ちゃん泣かさなきゃいいんだな。母さんは今どうでもいいんだ。お前の話してんの。母ちゃん泣かすなっつっただろ今よ。何回言ったら分かんない。座れそこに座れ。こいつよ。座れ。座ってるよ。座ってんだこれよ。大体な親の金で学校行かしても。何偉そうに座ってんだ。立てバカモン。待て待て待て。あんたが座れってのは今座ったんだろ。あんた。ああお前拙者に向かってあんたってどういうこと。拙者ってどういうこと。その前におかしいだろうが。大体お前将来何人になりたい。何にだよ。アンドロ将来何人かに増えようとしてんの。ずっと一人だバカ。誰が父さんの後を継ぐ気はないのか。継がねえよバカか。大体な自転車のサドル屋ってなんだよ。すいません自転車の椅子だけ欲しいんですけど。こんなやついたか今まで。お前のために言ってんだぞ。お前のためお前のためってな。さっきから何言ったか全然わかんねえんだよ。大体なあんた俺に父親らしいことなんか一個でもしてくれたことあんのかい。なんだと。毎日仕事仕事で家庭を顧みずたまの休みの日だって遊んでくれたことなんかなかったじゃないか。動物園に行きたいって言えば植物園に連れてかれ、遊園地に行きたいって言えば墓地に連れてかれ、地しかあってお墓じゃねえかよ。さあさあさあ、まあこれまでもね、いろいろ乗ってきて遊んできましたけども、はい、さあこれからが本番でございます。待ってくれ、その前に俺の立ち位置を考えてくれ。本当だ、水溜り。ああ、そんな風になってた。そんな風になってる。もうちょっとじゃあこうだ。なんでだって。もうちょっとそうだよ。ジェットコースターなの。ジェットコースターとか。ジェットコースターです。あといろいろその本格的なね、まあまあ、本格的なベニーランドを見せなくちゃいけないんで、絶叫ものです。ただね、3人のうち2人が高いとこダメっていう、ね、高いとこダメ、怖いのダメ。ダメじゃない。どうやってんだよ本当に。まあでもね、うん、盛り上げるためには。そうですよ、乗りましょうよ。我々が頑張らないと。しょうがない。どこへ。まずは開園当時からある伝統のジェットコースターへ。お二人頭にカメラがついてますよ。ね、俺初めてやったこれ。深海にこういう魚いるよ。あんこ、ね、あいましたいました。ちょうちんあんこみたいなやつ。いた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 。高校生こんなの持ってんだね。すごいね。実はあったんです。これやってみたかったの。 CCD これでお二人の怖がってる顔バッチリ撮ります。泣くちゃん何で飲んだの。私はジャッジする係なんでいいかな。どきゅうにテンションが下がってるけどね。なんかそんなことない。もっと上げていこうよ。じゃあお二人の楽しい顔を下で見てます。いってらっしゃい。目立ちもいってらっしゃい。楽しんでね。おおおお、大丈夫かお前。これ大丈夫か。えなんかすっげえガタガタなってるけど大丈夫か。ガタガタっていう音が怖いんですね。おおおおおお、わーすごい高い高い、いいね。お、来るよ来るよ。いや楽しかった。ああ、もうすごい楽しいよこれ。本当ですか。楽しいよ。ああもうちょっと若干棒読みですけど大丈夫だよ。大丈夫ですか。ああ楽しい。これだったら泣くちゃんいけるけど。本当ベは大丈夫。どうですか。おー余裕だよベは。すごいますます元気になる。余裕でしょ。イエーイ。ちょっと見えたんだよ。確かに。はい、到着完了です。はい、頑張れ。でもお二人乗らないんですか。乗らないです。私たちだけ。そうです。1回乗れば十分です。わかりました。お願いします。お願いします。公園で。わあ、この音が嫌なんだよな。
食いちゃダメだからね。本当ダメなんだな。叫び声は聞こえるよ。聞こえたな。聞こえましたね。ありがとう。あれ、ヘルメット前に来ちゃったな。へい、どうだった？意外と大丈夫。大丈夫でしょ。ただそのヘルメットがちょっと前に来ちゃってるから、もう一回言ってくれ。顔が取れてないみたい。もうちょっと上にかぶんないと。嘘、うんうん、そう、それでいい。こんな大丈夫、ちょっとハゲ上がってるけど大丈夫。もう一回、じゃあお願いします。頭ハゲ上がってるけど大丈夫。はい、よかった。どうだった？結構ちょっと余裕がありました。おお。いやジェットコースターやっぱいいね。楽しい、ベニーランド。なんか刺激があるね、やっぱいいですね。どうだったみんな？これだったら大したことないから、うん、ジェットコースターね。え、大したこと？いや、まあそう、回転とかしないから。富澤さん、アウト。いやいや、でもお前ら仲良くなったんじゃないの？何してんの？何してんの？何これ？どうもにやっちゃってください。せーの、いったい。うわ、全然友達じゃなかったみたいになってる。乳首をつまんでたの今。だから大したことないって言っちゃったので、羽交い締めされてバーン行って乳首立っちゃったよ乳首。どれ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 、本当だよお前。何してんの？デコピンしたの乳首。どれどれ、どこどこ。見えます見えます。そして絶叫マシーンの苦手なナクイアナの目の前には宙返りコースターが。コークスクリューというね、僕もこれ何回も乗ってますけど、これもまた気持ちいいもんですよ。あ、そうですか。ナクイちゃんのテンションが半端じゃなく下がってます。何このテンションの落ち方。逆さま。声ちっちゃ。大丈夫でしょうか。それはベはどうなのみんな。とは言うものの、絶対怖いやつがいるはずだ。いる、いないでしょ。正直に言ってください。怖い人。ちょっと嫌だなと思ってる人。ちょっと怖い人。おい、意外と多いよ。弱気な、弱気なベーだ。多数決で嫌なんじゃない。泣くいちゃん、はい、大丈夫ね。ベニーランドを盛り上げるんじゃないのか、みんなで盛り上げてください。2人でこっち宮城 MC やりたいんだろ。やりたいけど。よし、じゃあ大丈夫、行こう。最後。じゃあ何、サイクロン乗るってこと？サイクロン。誰がベニーランド行くって言った？ダメだ。俺言わねえよ。そうやって今までは嫌だって逃れてきたかもしれないけど、こういう番組ですから。嘘。ちっちゃい子いっぱい乗ってんだから。それ嘘だと思う。嘘じゃないって。はい。ちょっとおかしいと思う、これは。おかしくない。おかしい。はい、ごめんな。おかしい。大丈夫です。まだ大丈夫です。はい、行こう。大丈夫ないですよ。大丈夫ないですよ、はい。助けてください。はい、ちょっと、やだ、やっぱりやだ。やっぱりやだ。お願いします。やっぱり本当にやめます。コンクリーム発生します。しなくない。しない。ほら、山が綺麗なんで、泉ヶ岳とかも全部見えるんだよ。ほら、見てごらん。ねえ、ほらほら。相当高え。相当高え、これ。ほらほら。泣くいちゃん、ほらほら、あ、気持ちいい。やだ、やだ、やだ、やめてね、やめなさいでしょ、これ。ほら、もう終わり、終わり、終わった、終わった。ほら、終わった。ほら、終わった。ほら、終わりだよ。ほら、終わった。これ見てください、この顔。でもね、僕が泣くちゃんを見た時、ちゃんと目開いてましたよ、ずっと。そんなんでもなかったでしょ。うん、怖かったけど、うん、耐えれたでしょ。頑張れた。よし、サイクロンも行けるぞ。行けない。はい。いや、面白かった。どう、富田。楽しかったです。
え、楽しかった。楽しかった、よし。続いてはベニーランドが誇るジェットコースター、ヤギ山サイクロンと、それ以上に怖いと言われるあの絶叫マシンが登場。とその前に、お前これさ、食えんの、この木みたいなやつ、お前。え、これポテトか、ポテトっちゅうのか、食えんのこれ、食えんのか、食い物なのこれ。食えるよね、ポテトだもん。本当に、うん、ちょっと食ってみようか。完全に腐ってんだろ、完全に腐ってんだろ、お前。水、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 完全に腐ってんだろ、これ、お前。それ3年前のだもん。3年前のか、おい。3年前の歌持ててろ、お前。これは、これはね、久しぶりにヒット、ヒット、ヒット打ちました。ヒット打ちましたね、これ。何点でしょう。これはですね、60点。60点だ。半分より上高いです、高いです、ね、相当高いです。よかった、これ面白いです。いいキャラでしたね。おじいちゃんいいです ね、 ね、一行が目指す乗り物は最大傾斜55度の絶叫コースター、ヤギ山サイクロン。こちらがですね、ヤギ山ベニーランドが誇る最大の怖いやつ。ちょっと早いですよ。早いでしょ、さっきの分が。ここは楽しいところですよ、富澤さん。すみません、汚してすみません。これね、ヤギ山サイクロンって言うんですよ、うん、これに乗りたいなと。はい、今日、中井ちゃんは今回はあの審判らしいです。そうなんです。あ、そうですか。もう逃げましたから。さっき胴上げしてもらっちゃったから、ね、あ、本当？そうそう、よく頑張ったって。今この辺に胴上げのシーン。